どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日は、えー、先日ね、SPG アメックスのね、クレジットカードについて、えー、動画、紹介させていただいたんですけども、えー、今回はね、SPG アメックスのポイントである、マリオットボンボイのポイントのため方と使い方ね、えー、について、えー、紹介していきたいと思います。で、今回はですね、マリオットボンボイのポイントのため方、使い方なんですけども、まあ、これはね、まあ、 完全に私がやっているだけであって、それを紹介している、する動画となっておりますので、まあ個人的見解だと思って、まあちょっとね、気軽に聞いていただけたらなと思っております。で、まずはじめに、えー、ポイントの使い方、えー、ポイント、貯め方の、一、えー、つ目ですね。まあ SPG Amex ク,クレジットカード。まあ SPG Amex はね、クレジットカードなので、決済で貯める。 まあ、こちらはまあ、当たり前ではありますよね。で、100円で3ポイント s p g アメックスクリットカードは貯まります。で、3円で1ポイントの計算でね、利用することができます。で、えー、アメックスはですね、ちょっと残念なところがあって、あの、全部が全部ね、あの、100円で3ポイント貯まらないんですよ。 まあこれはあのちょっと種類が多いんでね、あのー、細かいことはちょっと概要欄に公式サイトのホームページに載せておきますので、まあ、そこでね、知らなかったよという方はちょっとね、一回確認してもらって、あのー、実は、ね、税金は半額みたいな、なんとかはゼロみたいなね、そういうのがアメックスってあるんですよね。 で、これ私もね、全然知らなかったんで、入会した時とかね。ですので、まあんでもね、ポイント貯まると思ってたんで、まあちょっと知らなかったよっていう方はね、ぜひ一回、あの、公式のサイトね、見てもらって、まあちょっとね、半額だったりなくなってしまうものはね、他のカードに切り替えたりね、するのもいいんじゃないかなと思います。で、私の場合は、えぇ、ー、スピージアメックスと、えぇ、ー、 ANA ビザワイドゴールドカードの二つであの決済しておりまして本当にねめんどくさい <laughs> 本当にめんどくさいあのカード二つ分けるってほんとめんどくさいじゃないですかですのでまああの SP、IG、アメックスねちょっとポイント下がっても SP g 1本でいくかまあもしくはねあのいや ポイントがもらえないのはね、ちょっとありえないから全部、A、あのビザカードにするっていうのね、それもどっちもね、間違ってることでもないし、どっちでもいいと思いますんで、そちらはまあ、人それぞれね、好きな方を選んでもらって、えー、まあ、どっちかね、えー、両立する、両立して支払っていくのが片方に寄せるのかね、まあ考えていただけたらなと思います。まあ、クレジットカードでね、貯めるっていうのは、まあ、まず第一ですよね。まあ、次に、えー、マリオット・ボンボイのホテルに泊まる。 まあ、あの、SPG Amex をね、持っていると、ま、ゴールド会員になりますよね。ですので、ま、ホテルに宿泊する場合、え1ドルに対してね、10ポイントもらえますね。で、えーゴールド会員に SPG Amex クリジットカードを持っているとなりますので、ま、1百ドル、えぇ、ドルに対して、12.5ポイントがね、もらえるっていうものが SPG Amex ですね。で、ま、SPG、えマリオットボンボイのホテルに泊まって宿泊する。まあ、あの、 まあ基本的にね、まあ、マリオットモンボイのホテルに、まあ、現金で泊まるっていうのはね、まあ、ちょっと高いんで、まああの、おすすめっていうよりかは、まあ私の場合は、まあ、ニューヨークによく行くので、まあ、ニューヨークっていう街がね、とても観光地で、あの、本当に高級ホテルでもね、本当にひどいサービスだったり、エアコンつかなかったとかね、そういうの結構効くんですよね。 ですので、私はエスピジャーメックスの、えー、マリオとボンボイのね、ホテルを、えー、ニューヨークでも泊まってるっていうのが、まあ、実際っていう感じですかね。まあちょっと高いんですけども、まあそれでもね、あの、夏でエアコン効かないとか、まあニューヨークは日本とあんまり変わんないんで、まあ冬はもっと寒いんですよね、日本より。ですので、まあエアコンつかなかったら、まあ夏は寝れないぐらいで済むかもしれないですけども、冬は本当に、 むちゃくちゃ寒いみたいな感じになり得ないんで、まあそういうのね、防ぐためにも、まあ私はね、ニューヨークでもマリオット・ボンボイのね、ホテル SPG、アメックスで、えー、利用しているっていう感じですかね。まあもちろん、まあこれでポイントを貯めることができるってことですね。マリオット・ボンボイのキャンペーンで貯める。えー、今年の頭ぐらいだったかな去年だったかなあったんですけども、えー、マリオット・ボンボイの、えー 公式サイトで毎日クイズみたいなのもあってクイズ <laughs> クイズみたいな感じですけどもあったんですよね。 まあそれを答えるだけで、毎日なんかポイントをもらえるっていう。これ本当にあの、マリオットガンに何のメリットあるんだろうなと思うぐらいすごいいいキャンペーンだったんですけども、まあ私もそれでね、五6000ポイントをもらったんですよね。5、6000ポイントもらえるって結構すごいじゃないですか。まあその代わりまあ毎日ログインはしなきゃいけないんですけども、まあちょっと慣れればね、えー、それでポイントもらえるんだったらね、いいですよね。 まあ、あと、それ、ポイントでた、あキャンペーンで食べるね。まあ、それ以外にも、まあこと、今月も終わっちゃいましたけど、エンドレスポイントって言って、えー、2体在名以降からポイントが1500ポイントね、もらえる。まあ、1500ポイントってのは少ないんですけどもね。それ以外にも、えー、私が知っているのは、えー、JAL と一回コラボして、えー、JAL の、えー、マイレージ番号を、えー、プロモーションコード入れてね、えー 予約すると、えー、ポイントが1500円、1500ポイントがもらえて、チェックインの際に JAL のマイレージカードを出せばポイントが付与されるみたいな、そういうポイント、えー、のキャンペーンもね、あったんですよね。だからキャンペーンで貯めるってね、結構いいんじゃないかなと思います。まあ,あ、の、で、s p g アメックスをね、持ってポイントを貯めよう って思った時にね、まあ一度ね、まあインターネットとかでもね、調べてもらって、まあみんながどうやってポイント貯めてるのかなっていうのを見るのもいいんじゃないかなと思います。で、次に、えバケーションクラブの説明会で貯める。 まあこれもキャンペーンみたいなもんですけども、ちょっとね、今現在はもう終わっちゃったんですけども、まあ定期的にね、マリオットボンボイの、えー、アカウントを持っている人にね、えー、そのバケーションクラブのね、人からメール送ってるみたいなんで、まあそちらはどういうものかっていうと、まあ、ヒルトンバケーションクラブっていうね、私の動画で出してるんですけども、まああの、観光地の、えー、ホテル、 の一室。まあ、ホテルっていうか、まあ、それはヒルトンの持ってる、まあ、客室ではあるんですけど、まあ、ホテルのような物件ですね。まあ、それを1週間の単位で権利を売買して、まあ、それに対してポイントをもらうっていうものなんですけども、それのマリオットバージョンですね。マリオットバージョンの場合は、えー、ヒルトンの場合は、えー、その説明会に行くことによって、ハワイの宿泊券が3泊分もらえます。で、マリオットの場合は、えー、その説明会に行くと、 2万ポマリオットボンボイポイントがもらえるんですよね。まあこういうポイン、えー、キャンペーン、えー、説明会でね、貯めるっていうのも手ではあります。で、このマリオットボンボイの、えー、説明会はね、結構ね、あの営業の人は結構本気で来ますんで、あのー、ヒルトンに比べれば、ヒルトンが本当に、す、本当にさらっとした説明会だったんですけども、えー、マリオットの本当にね、結構ガツガツな 営業だったんで、まあ、そういうのがあんま好きじゃないって方はね、まあ、あれかもしれないんですけども、まあ、それね、参加するだけで2万ポイントもらえますからね、えー、あと5000ポイント出せばね、えー、国内の限られたところですけどね、宿泊無料できちゃいますからね、まあ、そういうのね、貯めるっていうのもありますね。で、次に、えー、マリオットボンボイのポイントを購入する。まあ、先日ね、私の動画でもですね、マリオットの、今ね、マリオットボンボイ、 30%オフキャンペーンがやっておりますよね。まあ、割引キャンペーンをね、やっている時により購入するのはとてもいいと思うんですけども、まあ、それでもね、5万ポイントで4万2500円でしたっけまあ、それをね、えー、その払った金額に対してね、高いホテルで利用しないとあんまり意味がないんでね。まあ、そういうのもちょっと大変だったりするんで、まあ、 基本的にはそこまでね、おすすめはしてないんですけども、まあ私この動画でも結構何度か言ってると思うんですけども、えー、ポイント宿泊を、えー、5日間ね、連続入れると、5日目が無料っていうのがね、ありますよね。す、っていうサービスがね、マリオットボンボイ自体にあるんですよね。そういうので使うとね、ポイント購入も、えー、まあ、現金でね、えー、宿泊するようにね、安く、まあ結構安くなるんじゃないかなと思います。 で、次に、えー、友人知人に紹介する。<laughs> SPGAMEX はアメックスのクレジットカードですよね。で、アメックスのクレジットカードは、まあ、基本的に紹介制度っていうのを設けてるんですよね。で、SPGAMEX も紹介制度を設けてます。まあ、仮にこの動画を見て、私から紹介で SPGAMEX に入会したいっていう方がいたら、えー 私に3万ポイントが入って、入会した人に3万6千ポイントが入ります。で、えー、入会ボーナスも一緒で3万6千ポイントがね、だから、普通に入会するよりか、プラス6千ポイント多くね、えー、既存の入会者から紹介で入ると、えー、ポイントが多くもらえるっていうものになっております。で、えー spj はね、初年度から3万1000かかりますんで、まあそれを総裁するためには、やはり、えー、既存の紹介でね、入った方が spj アメックスはね、まあお得。で、その、公式サイトから普通に申し込むとこのボーナスポイントってのはもらえないんですよね。ですので、えー、既存紹介でね、入った方が、まあ基本的に、そんなところは基本的にないので、で、今やってるキャンペーンを見る限り、 え、既存紹介でね、入った方が、えー、ポイント自体はね、多くもらえますんで、まあそういう意味ではね、いいんじゃないかなと、個人的には思います。で、えー、そんなに紹介できないよって皆さん思いますよね。私もすごいそう思います。で、あの、で、私じゃあ紹介ゼロかっていうと、別に私も紹介何件かね、させていただいてるんですけども、えー、それもね、ほとんど知り合い。<laughs> ですので、 あの、ちょっとでもね、お得とか、そういう、あの、のが好きな方がいたらね、ぜひ一回進めてみてください。あの、家族連れの、えー、家族連れでね、ある程度のホテルを取って、えー、旅行する、まあ。特にね、子供が小さい場合とかだと、まあ、あ,ある程度ねあの、レベルをやはり求めてきますよね。 うちもまさに今子供まだ小さいんでまさ,まさにそうだったんですよね。なんで私としてはね、あの、それマリオットはやっぱり安ホテルではないんで、まあある程度のクオリティのね、清潔さが保たれてるので、まあそういう意味ではね、あの、家族旅行でね、えー、ホテルを取る場合はね、あの、マリオットホテルだとちょっと安心だなっていうのは個人的に思っています。ですので、まあそういう意味ではね、あの、 家族連れで、えー、お友達とかにね、えー、旅行されてる方にね、一度聞いてみるのもいいんじゃないかなと思います。で、私の紹介しているのもほとんどが友人知人がほとんどですので、まあ、あの、ブログ YouTube の方がね、はるかに少ないんでね、まあ、そういう意味では、えー、友人知人、一応聞いてみてはいかがですかっていう感じですね。まあ、もしね、この動画を見てる方はね、あの、ぜひね、<laughs> 私が、 <laughs> っていうのは冗談で。まあ、あの、ANA マイルとかね、マイルを貯めている方は、s p g アメックスグレジカードね、すごい持ってる人が多いので、もしね、まだ入会してない方で、これから入会したいなって思っている方は、ぜひね、まあ、あの、s p g ックスを知って、えー、すごい情報量の多いブログ、 などで参考になった人のね、ブログのブロガーの方から紹介してもらうのもいいと思いますし、まあ知ってる方はね、s p g アメックスクリストカード持ってる方がいたらその人にね、頼むのもいいと思います。まあ、そういう感じでね、えー、マリオットボンボイの s p g アメックスの紹介でポイントを貯める、えー。ポイント自体はね、もう貯め方ってのは本当に、えー、今のね、申し上げただけ。<laughs> 本当に、え、決済とね、え、キャンペーンと、あと、ま、紹介。あとはもう、本当に、キャンペーンでどれだけ乗っかっていくかっていうのもあると思うんですけども、まあ、SPGAMEX はね、基本的に、ま、それしかね、あの、ポイントが貯める術が、私が知ってる限りないんでね、うん、ま、ここを駆使して、え、ポイント貯めてっていただけたらなと思います。 それでは次にね、えー、マリオットボンボイのポイントの使い方。えー、まず、えー、スピージアメックスの、ね、動画にも入れているんですけども、えー、ポイントは、えー、マイルに交換すると1.25%ですね、マイレージに。 交換することができるということで、まあ、6万ポイントを一括で、えー、交換しなくてはいけないんですけどもで、この2万5000マイルをね、えー、コツコツ貯めて、えー、ビジネスクラスで、えー、飛行機に乗ることができればですね、えー、1ポイントねあ1マイルがね本当に5円とか7円とかそういうレベルで、ね、利用できますんで、まあ、これがまあお得な使い方の一つっていう感じですねで次に 先ほども言いましたね。えー、5泊すると1泊無料になる。えー、本来ね、えー、5泊ってなると本当に17万とか18万とかね、そのぐらいのポイント数が必要なんですけども、まあ、それが、えー、5泊分の予約をポイントで計算すると、まあ、こうしてると上に出てくるんですよね。4泊、あの、1泊無料で宿泊できますよ。まあ、これは、スタンダードのね、部屋が空いてれば100%ね、保証されているものなので、まあ、 この、正直この使い方がね、ポイントとしてはね、一番大きいんじゃないかなと思います。で、私次回のニューヨークもね、最初の5泊は5泊分予約を入れて400分で済んでるので、13万ポイントかなで、えー、宿泊することができました。えー、次にですね、キャッシュポイント。まあ名前の通りですね、えー、現金とポイント。まあ一緒に併用して宿泊する。まあこれはね、ちょっとあのー、 ホテルの値段とかにも結構左右されてきますんでまあ、よく調べていただきたいと個人的には思いますねあんまりねあのお得な使い方かっていうとまあ、そこまででもないんで個人的にはですので、えー、よくねあの調べてもらうのとまあ現金をねできるだけセーブしたいという方はねまあこれ使ってても全然いいと思いますねまああの 現金とポイント両方かかっちゃいますんでね。まあ、それが嫌だっていう方はね。まあ、あの、頑張ってポイントを貯めるか、まあ、振り切っても現金で止まっちゃうかっていうのも手だと思います。それでは次にね、トラベルパッケージ。ちょっとこれはすごいポイント数は必要なんですけども、SPGAMEX、マリオットボンボイのポイントはですね、基本的に、ポイントが増えてくったり減ったりしてる限り、有効期限ってないんですね。有効期限はずっと。 あの、増えたり減ったりする限りはずっと継続されていくんで、ずっと何年も貯めてって、一気にバンって使うのがね、すごいいいと思うんですよね。で、トラベルパッケージっていうのは、えー、25万5000ポイントからになっちゃうんですけども、えー、7泊のホテル代とプラス5万マイルっていうのがもらえたりするんですよね。これが1から4のカテゴリーのホテルだと、えー、25万5000ポイント。 これで、えー、これがですね、1個カテゴリーがある、上がると31万5000ポイント。それで7泊で宿泊することができる。ホテル。で、プラス5万ポイント。まあ、これもね、あのー、 まあ日本国内でまあ7泊の旅行ってなると結構長くなると思うんですけども、まあ、海外旅行とかだったらね、7泊、まあ、ニューヨークとかの家ですよね、7泊泊まってさらに5万マイルもらえる。下手すれば、えー、ホテルも、えー、5万マイルだったらエコノミークラスの往復取れますんで、まあ、完全無料になりますよね。まあ、年収サーチャージ代とかそういう税金代はまあ別として、まあ、7泊プラス5万マイルみたいなね、そういう 食べるパッケージっていうね、サービスもありますんで、まあこれもお得な使い方だなと思いますね。まあでもね、最低でも25万5000ポイントを貯めなきゃいけないんで、まあ結構かかります。<laughs> まあでもこういう使い方もあります。で、最後にですねえ、ポイントセーバー。まあこちら使い方っていうよりかはま精度なんですけども、まあ本来5万ポイントのホテルに泊まる場合は5万ポイントないです。 予約できないですよねで,ですが、えー、マリオットボンボイは、えー、制度がありまして、ポイントセーバーっていうものがあるんですよね。で、5万ポイント足りなくてもですね、予約入れることができるんですよね。予約入れることがで。で、えー、宿泊日のさか、えー、って14日前までに、えー、規定のポイント数が足りてれば、その予約通るんですよね。それがポイントセーバーっていう制度です。まあ、これも、まあ、あのー、ちょっとね、 ポイントが今枯渇してて足りないけど、まあこれまでには足りるみたいな。まああと何万ポイントで宿泊できるんだけど、今予約入れちゃいたいみたいな感じでね、予約することが実際にできるんですよね。まあこれ、すごいいい制度ですよね。まああの、ポイントをあの使えばね、どんどんポイントはなくなってきますんでね。だけど次の予定でね、もうホテルを抑えたい時の方がね、まあそれ入れて、まあ最悪ポイントを購入するみたいなそういう手も、まあ別に ゼロじゃないんでね。まあ、あの、ゴールデンウィークとか繁忙期とかね、そういうのだったら、まあ、全然ありなんじゃないかなと思います。今回はですね、えー、マリオット・ボンボイ、SPG ・アメックスクレジットカードのポイントのため方と使い方をね、えー、紹介させていただきましたけども、まあ、ポイントのため方、まあ、特にね、 えー、ポイントの貯め方はね、ちょっとあの、SPG Amex ク,クレジットカードね、クレジットカードですのでね、まあ、ポイントの貯め方は、まあ、ちょっと大変ではあるんですけどもね、えー、ポイント貯めて、まあ、ホテルね、無料で宿泊できたら、やっぱり、楽しいっていうか、嬉しいですよね。<laughs> まあ、私はね、やはりあの、 ポイント貯めて、え、ニューヨークのね、ホテルで利用できるのがね、本当にありがたくて、SPG&MX アクレジットカードを使ってるんですけども。まあ、今回はね、ポイントの貯め方と使い方ね、まあ、私個人的な見解ではありますけども、紹介させていただきました。えー、この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。